えないと。最初横パス出す、デリーゴそこそうだね。そこのところはタッチライン割らないように、その間のところに止める。そしたら、外経由でここに流す。そうだよ。とりあえず出ちゃうんだから、わかる。それが、このコーンよりこっち側で、これが間に合うところに出して。俺受けたら線そのコーンの内側パッて取って、うん、俺線に渡して線からユズのところに行く。ちょっと糸の棒の動きを確認だけ。かかる。まだついてる。でそこでユズに渡して線そこ行く。あ、今度ユズこっち。いいコストアップ。そこに長下選手ストップ。同じことやる。そう長いよ。で、リーゴそっち。流し込んだ人は止まってる。それ以外の人は動く。ちょっとやってみて。はい。はい。はい。ローテーション分かった。分かった。もう一回ちょっと考えて。間違えない。線と落とした流し込む選手がストップすればいいから。はい。いいよ。はい。はい。いい子流れてくる。ここを。はい。おるおる。そうそうそう。流す。はい。流す。はい。流れる。流れる。オッケー。じゃあ今度そっち構ってそっちから。はい、人とボールの動きだけちょっと確認しながらやろう。止まっちゃう。お、ナイスオーバー。そう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 。強いんだ強いんだ。なんかそれは、はい、出すな。ちょっとストレッチして。基本的にはここタッチライン際で斜めに流れる選手を使う感じじゃない。それでこのボールやっぱ蹴ると出ちゃうから、蹴るっていうより擦る擦る蹴らないで、擦ればここタッチラインでもこっちはないから、こうやって蹴ったらそっち出ちゃうでしょ。でできたらカナがこう流れた後にゴールがそっちあるわけだから、カナはできたらこっち向きになりたいわけじゃん。こっち向きになれば、まあ、そういう意味でもレイラがこう中取ってるわけで、カナがこう回り込んでそっちにプレーしやすいようなボールを流してあげた方がいいよね。わかる。その繊細さがやっぱ足りないし、蹴っちゃうんだよどうしても。蹴ったらそっち出るから、こするこするこすってカナがスピードを落とさないでそっち向きで入っていけるようなボールを流してあげる。どっち左戻りはだから左足なんかちょっと難しいけどね。これもチャレンジ。オッケー。はい。横座にならないよ。横座にならないよ。ああ。そう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 。で、スミを転がしてやれ。こすってやれ。こすって。こすって転がしてやれ。ここおかしい。左にならない。
ちゃうから、弱すぎるとスピード止まっちゃうから、外から転がす。ボールが平行だったね。今度は最後ポケット取りに行くような感じ、大外からペナの深いところに入れるような感じだから、渡したら前が今度外で、外にちょっとボール置いて、ここ走って、そこ走って最初止まっていいからやってみて、はい、はい、まっすぐ、上がるね、はい、まっすぐ、今度はボールが斜め、走る人立て、ペナのギリギリのとこね、ペナっていうかゴールラインギリギリのところね、 OK、 はい、ゴー、はい、はい、アウト。ランニングスピードがそんなに速くないから、それが切れちゃうのがすげえ多いんだ。そこ相当殺さないと、相当殺さないとポケットが使えない。はい、アウト。まだ蹴ってるよ、まだ蹴ってる。ベースパス繊細に転がせ、渡してますね。入る。